上田綾選手がさ、今、サッカー日本代表のトップの第一選択肢じゃないですか。だけどさ、この、小川幸輝選手、めちゃくちゃいいと思うんだけど、うん。バーレン戦ではさ、上田選手活躍したけど。小川選手はね、あのー、調子に乗ってない時は、あんまりいい選手だとは思えないんですけど、この人がね、乗った時はね、めちゃくちゃ点決めるとうん。点決める。相手を舐め腐った時は、めちゃくちゃ点決める。そ一回ね、点決めると、なんかね、態度めっちゃ大きくなるんですよね。 歩き方とか、と相手を舐めた感じになるんですよ。うん。その時はね、すごい、あの、決めるから、あの、楽しみな選手ではある。ただ、その、舐めが、その、味方に行っちゃったら、ちょっと、まずいなとは思うけど。まあでも、その点ね、上田選手はさ、あの、相手を舐めたりとか、味方を舐めたりとかは、そういうのはない選手じゃん。結構誠実な選手だと思うんですけど、あの、集合写真の時とかさ、他の人はさ、キリッとした顔だけど、上田選手だけは、もう、笑顔みたいな、そういうのよくあるけど、 性格はいい人と思うんですけど、小川選手はね、結構、その、性格面を、相手を舐めるっていうところを、味方に向かなければ、マジで上田選手を全然超える、ポテンシャルはあるなって思いますね。